西伊豆町は、静岡県の伊豆半島西岸に位置する町である。標高1000メートル程度の山寮から流れるウ州川と西長は、この2河川の川口付近に主な市街地を形成し、その間の入り江にも小規模な集落を形成する。このウ州川と西長はのどちらも川口に砂浜を形成し、毎年多くの海水浴客を呼ぶ。海岸地形は複雑で、 小島が多く、小金崎や伊豆の松島とも呼ばれる道賀島などの継承地で知られ、一帯の海岸が伊豆西南海岸として国指定の名称に指定されており、富士箱根伊豆国立公園の一部にも指定されている。気候は温暖な海洋性気候で、平均気温は摂氏16度ほど。これは黒潮の影響を強く受けているためである。主な地形シーズ町の海岸。 画像には、隣の松崎町の町域も含まれている。海岸の景色を売りにした温泉を中心とした観光業や漁業が中心。田後地区は明治から昭和にかけて、漁業を中心としたカツオブシ工業が栄え、カツオの町として知られていたが現在では衰退している。しかし、今でも造船所が複数あるなど、造船関連業は多い。また、 かつては採石業も目立つ存在で、当庁で採石されたものが、羽田空港の再拡張事業の埋め立てに使われたが、現在では採石は終了し、採石業に移行している。うぐす地区には以前、ガラスの原料となる形石を採掘する伊豆形石鉱山があったことから、ガラス文化の里として観光を展開しており、ガラスをテーマとした美術館である小金崎クリスタルパークや、 クリスタルビーチと名付けられた海水浴場があり、多数のガラス工芸作家も住んでいる。また、住んだ海を利用したスクーバダイビングも盛んである。町内に鉄道路線は走っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、伊豆箱根鉄道寸ン線修繕寺駅。三四郎島動画島温泉のホテル群と、特徴的な軽石業海岸の海岸。日帰り温泉。 ありがとうございます。